です。で、手とかね、足とかあると思うんだけれども、普段使ってるのはここから手 でここから足なんだけれども、どっちかというとこの部分ね、特にお腹です。足一つ上げるにしても、足だけで上げるんじゃなくて、お腹の力が腰に伝わって、腰の力が膝に伝わって、足が上がったり。ここが中心になって、中心部分から体を動かせるようにしていってあげてください。ここと、あともう一個、お尻の付け根、お尻骨。ここに
緒にしてるよ。足をグリーンにしてる感じ。そこが
ピッチョと尾てい骨、腰に乗ってこれを三角形で結んであげるからイメージですか。それを三角形の面積をこうその3点を近づけるんだよね。ぎゅーっと近づけて開いて、肩に行け。
関係でじゃなくて、肩の手と肩の関係は右が下がったら左が上がる、左が下がったら右が上がる、右が下がったら左が上がる、左が下がったら右が上がる、右が下がったら左が上がる、左が下がったら右が上がる、右下げて左下げて、左下げないで右下げて、右下げて左下げて、左が上げて左下げて、右下げて左下げて、そう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 、肘肘も同じように右肘が上がったら左肘が下がる、左肘が上がったら右肘が下がる、左肘が下がったら右肘が上がる。特にこの肘がポイントになるから、遠いところ。
自分の体が伸びるって考えながらやってあげるとだいぶ楽だと思います。
して、このここを。最初から言っていくと、せーの、ちょ
じゃあ自分で明確して、はい、目線から。Thank you.
チの字の意味。そうじゃないと結構直線的な動きになるね。じゃあちょっと8、はい、右手で8書いて8。そう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 、大きくこうペンキを塗ってる感じ。そうそう、8、8の正面。そう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 、そのラインね。そのラインの、右足、右右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 右
Yeah.
か。はい。チェイス。
こういう状態ではなくて、全部つなげてる。つなげるっていうのは非常に難しいので、今みんな切れてるから。でも切れないようにつなげていってあげるイメージ。Thank you.